第三の人。火星。赤湯温泉。ええー、皆様右手に見えてまいりましたのが、火星赤湯温泉でございます。<ー>ここ、火星はオリンピア火山の麓に湧き出るこの温泉は。鉄分が多く、火星と同じ赤い色をしていることから。 火星赤湯温泉と名付けられました古来より文人仏客ゆかりの地として知られかの松尾芭蕉は赤き空湯気立ち上るバイキングのメイクを残しておりますさあ着いたぜとっとと降りてくれ。 図まいですわねのれんに「男」とか「女」とか書いてあって瓦ぶきの屋根があって煙突があってまるで銭湯じゃないですかわーいお風呂屋さんだーとにかく入りましょういらっしゃいああなたはわらわは火星のプリンセスよくぞ参られたな旅の者へっ 火星のプリンセスがどうして銭湯の番台に座ってんですか？それがわらわの務め、火星王家の者は代々こうして神聖なる火星の温泉を守護して参ったの。じゃあそうちょちょっと入らせていただきますよ。あ、これは<あ>土足で上がるものがおるかったわけ。履物はちゃんと下駄箱に入れんか。うんかー。なんでしょう？あの態度私を誰だと思い。 私こそは由緒正しき地雷王家の大将ママママあ、愛花さんここはひとつびんに分かってますわよじゃち,ちょいとごめんなさいましこらこらこら何ですの今度はその方ただで入る気かまあ人聞きの悪いお金くらい払いますわよいくらですの1800円まったくかわい観光税3 その他もろもろ込みじゃからのしょうがないわねはいうん確かにゆるりとくつろいで行くがよいぞ言われなくてもそうしますわよちょっと待てまだ何か派生特産のヘチマンはいらんか安くしておくぞいらないわよ何なん,なんでしょうあの女嫌な性格ですわねなんとなくお姉様に似てるからじゃない

ここは男湯と女湯が分かれてって助かりますが本当は残念なくせに。そうなのよ。天地様の裸って、とっても。で、あんたと一緒にしないでよ。さあ、今度は誰が歌う? <laughs> あー。おだまりなさい。おだりなさい。ここはジ雷ラ家第一大長女たるこの私の出番です。私の美声で、番台に座っているあの女に、本物。 あ, <coughs> <coughs> あ思いよこせば1枚目の CD でケン様さまとデュエットしたえらいのカラオケ。 残念でしたってこと冗談じゃないわよおしさん、もう一度お願いしますでもね、今ので火星のガイアは浄化されちゃったみたい今のでって、だって、たった一言しか言ってないじゃないのいやさすが本物のプリンセス一言にそれだけのサイコパワーがこもってたのねどうか納得できませんわ、えー。あまねく宇宙の人々には私の微声を聞く権利があるはずですあ、でももう十分だから 乌龙茶。